ほぼ純粋な崩壊石からなる石順と土壌由来の酸化の鉄イオンを多く含む石順石順は洞窟の天井の水滴から石出した物質が床面に蓄積し竹の湖状に伸びた洞窟生成物であるこれと対応して洞窟の天井面から垂れ下がる形態が小乳石である小乳石は講義ではこの石順や石柱などを含む 洞窟生成物の総称としても使用される。石順の生成のモデル詳細は、カルスト地形を参照、洞窟生成物を参照最も一般的な石順は二次、生成物として通常は石灰洞内にできる。この石順の形成は地下洞窟内のある一定の pH 条件下で鉱物を含んだ地下水から沈殿する炭酸カルシウムなどの消失によって起こる。 c a 2 c o c h 2 o c o に元になる炭酸カルシウムは主に石灰岩の形で存在し、二酸化炭素を含む水に溶解して、地下洞窟内で炭酸水素カルシウム水溶液となる。石順は形態用語であって、岩石種としては結晶質石灰岩である。天井面からの小乳石が長く成長し、床面の石順と連結すると石柱を形成する。 石順には普通に触れるべきではない。皮脂は石順表面に付着し流れる香水の表面張力を変え、石順の成長に影響を及ぼし得るからである。人間の接触による油分や汚れはシミをつけ、高級的な色合いを変える恐れもある。詳細は、鍾乳石コンクリート構造物にできる鍾乳石を参照石順はコンクリート構造物の床面にも形作られることが、 ある。その形成スピードは天然の洞窟環境で作られるよりもずっと速い。シャープール一世の増基地の石順で世界最大のものはベトナムのソンドンドにあるもので高さ70メートルを超える。イラン南部のザグロス山脈には古代都市ーシャープールから約6キロメートルのところにシャープール洞窟があり、サーサーンアサ第2代君主シャープール一世の3世紀の巨大な 像が立っているこの像は一つの石潤から作られており、高さは7メートル近い。内部の溶岩がまだ活動中の溶岩道で形成される石潤の形態が溶岩石潤である。その形成のメカニズムは石灰石の石潤のそれと似ている。本質的にはやはり洞窟の床面上への鉱物の体積であるが、 石灰石の石準は何千年もかけて形成されうる。一方、溶岩石準の形成は、とても早く、ほんの数時間から数週間のことである。溶岩石準の重要な違いは、溶岩の流動が一旦止まると、石準の成長も止まることである。すなわち、溶岩石準はもし壊れてしまったとしても、成長して戻ることが二度とない。溶岩石準は、その体となる。 溶岩昇乳よりも稀である。形成において垂れ落ちる鉱物は、まだ流動している溶岩の床が吸収もしくは流し去るためである。氷柱という語から発展した溶岩柱という総称は、溶岩昇乳と溶岩石順の区別なく用いられてきた。詳細は、氷竹の子を参照氷竹の子は、季節によってあるいは年中、多くの洞窟内で見られる。 その形成過程は、赤順と似ている。ありがとうございます。